ようこそドリームで会えたらえ。今回は2010年7月10日埼玉スーパーアリーナで行われたドリーム15の模様をお届けします。今回はいつものメンバーに加えて青木真也選手にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ佐藤大輔さん、はい。前回からまた、金網が復活してっていう流れですよね、はいはい、そうね。青木真也がナシビルで、はい、敗れ、まあ、やっつけられてね、うん、そう、はい、リングかケージかみたいな、そうなんです、論争が起こり、そしてケージでやって、はい、しかしこのね、我々の虎の子のタイトルマッチは、はい、リングであると、まあ、北米の大きな市場に、はい、こうそういう現実にこう、ね、立ち向かえなくなっていく、うん、まさに狭間のようなというか、その時を迎えるようなタイミングで僕らの最後のカードを切ったっていうのは、うん、この青木川尻、うん、この青木川尻の前はね、もうずっとトゲトゲしてましたよ俺は。あ、帰ってきてから、帰ってきてからもう全員が敵だったから。あ、そんなことないな。機運的にはこれね、川尻アップなんですよ。未だに覚えてるのはゴンカクとか格闘技雑誌もあの川尻が勝つみたいな作り方だったんですよ。キャンペーンがあったから、うん、なるほど。確かに会場も若干川尻だったね。だから終わった後にもうバックステージのさ、未だに覚えてるけどインタビュースペースでお前ら見たかこの野郎みたいなこと言うんですよ、はい、だから決定付けた感じですよ今の青木真也を。あ、はい、でもそんな時期に、はい、あなたは人生の門出を迎えたわけだね。あ、結婚のこと。そうそうそう、そうそう、だから10年前ね。10年前ね、はい、結婚するっていう割と人生のピークですよねこれは。人生のピークですよね。うん、これ大丈夫ですか、終わった後のこの抱き合うシーンとか出していいですか。いや俺は全然いいっすよ。本当、はい、あのなんかなんだろうな、モノクロに見えるかもしれないですけど。いいぞいいぞ。今日綺麗いいね。綺麗でしょ。モノクロに見えるかもしれない。見える、はい、でしょ。前半のちょっと一つ二つぜひ、はい、ちょっと注目のカードも上げてもらう。戦国勢がね。そうなんですよ。勝中村。吉田道場勢が。はい。ミッチーですね、尾身川さん、ね。石田光弘対 DJ 大輝っていう試合があったんですよ。これもザ第二試合って感じです。いやこれがね、これもいやこの二番セカンド石田。そう、二番セカンド。水野マヌーフは水野出世試合じゃないですか。あ、そうですね、はい、水野はマヌーフ、そうですね。この後これで、うん、ね。とにかくでもこの時で言うとパッケージとして全7試合っていうのはすごい良かったと思います。いいっすよね。はい、見栄も良かったし、あとこのオープニングもちゃんとね頑張って作ったんですよ。輪っかの中から出てくるっていう。ああ、演出自体が。やっぱそれはあのやっぱドリーム愛。ですよね、うん、ドリームアイが詰められてた、ね、いい絵を作るというね。バーンってこって上がった時に僕とカージが、カージに入って手出したんです僕は、はい、でカージに握手した瞬間に今日勝ったと思った。あ、それ言ってましたね、それよく覚えてます。なんでかっていうと俺のペースもう取ったなと思ったんです、うん、なるほど。すっごいピリピリしてそれまで一切目回せなかったんだけど、バッてこう手出したら握手して湧いて終わったんですよ。で、あ、これ今日俺のゲームだなと思いました。着じゃない、始まりだ。ここ、これか。あ、笑ってるよ。こちら柔道の100キロ級で活躍していた中村、柔道だけで。お、あ、吉田さんいます。あ、吉田さんだ、来た。エアヒューロー、エアヒューロちょっとできてねっていう。右振ってテイクダウン、すぐサイド取ります。石田いいじゃん。右からの出血のようです。さあしかしよく動く、下から蹴り上げ。あ、いたいたいた、アッパー来た、いた。 DJ 尾身川さんはやっぱこのボクシングのこの頭振っていくスタイルにちゃんと出会ってから、はいはい、覚醒しましたよね。いじめられたの思い出した。はい、すげえ性格悪かった中途半端。左刺した、すげえすげえ。さあ上からパウンド。どこまでが本当本当でルーティンになってるのか、意外とこうスイッチ入れてるのか。そうですね、右サイドハック、これだ。恐ろしい、どういうの。うわー、蹴りに合わせてパンチの早い。うわー、沈んだ。でも足取りに行きます。あー、水野のパンチが顔面捉えます。コーナーに押し込んでいく。すごい、いいお宅ですね。いいぞいいぞ、これいいっすよ。あれ同い年。そうです。え、そうだよね、確か。そうなんだ。青木真也とレガールは。ギロチン、いきなり来た。あら、つえ。武士、武士だ、人たちだ。We are the world だ。ここのねじれね。アッパーから入ってきます。そしたらもう
引いた、入れた、入れ返した、後ろを向かせて首に手が回ります。逆にこれ、そうか、こんなに追い詰めたのか。そうなんですか。メレンデスだったらどうしようっていう不安がすごい。メレンデスと同じことをやってきたらどうしよう。いや、圧力は、このファンとかが全員敵に見えたんですよね。おかしいだろそれ。全員敵に見えた。青木慎也らしいです。お前ら殺してやるぞみたいな。本当に青木慎也らしいです。握手がすごいのこれ。さっきが今まで思うんだけど、でもムカつける。こんなこと言ってるでしょ。いや、だからでもあなたたちのこう戦いというか、人生は今後も続くわけですよ。ね、片やジムを作り、はい、そうね。ね、可愛い娘と奥さんと一緒に住みみたいな。片やなんかあれでしょ、こうなんか自分のために生きてさ、そうそう、羨ましいだろうと、ね、自分が作るものが一番面白いだろう、どうだこれみたいなことやってる人と、そうそう、まあなんか大変になっていいんだろう、ね、そうだよ、はい、そういう意味じゃ2人の第1章がここでまあ終わったけど、まあそうかもしれないですね。スタート2章が始まったっていう、はい、50歳になった時、会った時、青木真也君結婚してますか。俺ね、俺まだ諦めてないよ。何を？いや、結婚とか。なんだよ、お前さっき結婚しねえって言ってたじゃん。独身が近いとか言ってませんでしたっけ。まだ人生なんか。